地方で設計事務所を一人で運営しています。下請けの仕事が多いのですが、元請けで、住宅設計までの仕事を獲得するためには、SLS、チラシ、訪問営業等どの方法が顧客を集客しやすいでしょうか。ちなみにその土地に合わせたデザイン力を強みにしています。金額が高価なものなのでなかなか集客に悩んでいます。そもそも元請けの人たちがどうやって集客してますかっていうのはちゃんと研究したことありますかね。元請けが例えば大手のハウスメーカーとかだとちょっと厳しいかもしれないんですけども、元請けから自分は下請けしてるわけじゃないですか。じゃあその元請けの方ってどうやって集客してるのかなっていう研究から入った方がいいと思うんですよね。このリサーチが少ない人がすごいですね。なんか僕に聞いたら分かるとは思うかもしれないんですけども、悩んでるというよりかは自分で悩んでるっていう時点でちょっともう間違いなんです。集客って悩むもんじゃないんですよ。自分で集客どうやればいいんかなって考えるのってすごい限界があって、僕もそんなことは一切しません。基本的には、自分がライバルであるとか競争相手であると思っている人が一体どのような集客をしているのかのリサーチの方が僕は時間を取るんですね。だから自分なりの何か集客を編み出そうとか実験してみようっていうふうにほとんど思ってなくて、0円でできる実験はたくさんやるんですけれども、基本的には自分のライバルとかに潜入していって、そこがどうやって営業してるのかなっていうのを見ていくのが一番いいと思うんですよね。住宅設計やるタイミングってどこなんですかね。注文住宅やろうと思ってネットで調べるみたいな感じになりますかね。よくわかんないですけど、その元請けの人たちって一体どうやって集客してますかね。普通僕だったらハウスメーカーから決めたり、不動産屋に土地を買うとこから始めるんですよね。あとはあの住宅展示場みたいに行くじゃないですか。ハウス展示場みたいなありますよね。積水ハウスさんとか山大和ハウスさんとか、もう積水ハイムさんとかいっぱい並んでる、ああいったとこ見に行って、一条工務店とかね。でその中でどの設計が自分のなんていうんですか、感性と合ってるかなみたいなのを選んだりとかしていくわけじゃないですか。いきなり元請けとして住宅設計の仕事を受ける人たちっていうのは一体どういう人たちなのかなっていうふうに思ってて、ネットでこう探すようなものなんであれば、ホームページの SEO 対策もしくはリスティング広告から試した方がいいかな。リスティング広告を先に試すってことは、それで効果があったら少なくともホームページを SEO で一番上に持っていけば必ず効果があるってことじゃないですか。ホームページの SEO にお金かけるんだったら、まずはリスティング広告にお金かけて、それによって集客ができるかっていうのをぜひ試された方がいいかなっていう気はしますね。とりあえずリサーチをしてください。元請けさん、ちょっとそこら辺分かんないんで、 SNS で来ないでしょ。元請けに仕事が来ることってもう多分ないと思いますね。考えられないですね、 SNS からっていうのは。はい、って思います。